違えてるから。それは間違ってるとちゃいます。すいません、すいません。アメモプラス。俺の名前は入江、このチームの普通のキャプテンだ。いや、昨日の練習で信頼されるキャプテンとなった。1年生からサボり3年生の翔太さんに注意してほしいとお願いされた俺は期待に応えガッツン切れてやった。それにより1年生は俺に尊敬の眼差し。まあ実際は今日だけでもうお前の言うとおり監督に反抗するから、もう今日だけ怒られた風にしててくれ。雨の日とちゃんとオフにする。雨の日は任せてくれ。お前言うたぞ。ガチガチ絶対言うたぞ。今日だけ褒めたのという約束の上、反省したふりをしてもらってるが、まあそれくらい大したことはないだろう。気持ちがいいぜ。おはようございます。おはよう。おはようございますキャプテン。おいしょだ。アイスコーヒーって言ってて、なんで大田ジュニアの9時半練習会してからもう準備しておくね。はい、わかりました。うい、サンキューさん。何も入ってないんけ。当たり前やろ、ボケ。昨日一日だけの約束や。なる。おー、セットの。ゴリゴリ。ちょちょん。あ、せやまい。今日監督明日から来るし、しかせよ。分かってるって。ほんでお前、約束しっかり果たせよ。分かって分かってる。分かってんな。監督がおるときに反抗してほしい場合のために合図決めとこかな。分かった分かった。オッケーオッケー。監督がおるときに俺がアキレス腱伸ばすから、この合図俺がしたら絶対反抗しろ、どんな状況でも。分かった分かった分かった。分かってんの。やってやるやる。しゃー、なる。ランメニューで使おうかな。なるほど。本数減らせるし。おい、そうじゃ、ジュニ。どうした？うん。ああ、そうなの。OK、そうです。了解です、了解です。そうそう。おい、どうした？でも、監督さんついてるらしくて。え？でも、1年生が慌てて準備してるから、もう、先輩早く来てくださいって言うから。急いで。マジで。行くで。めんどくさって、ほら！急いで、急いで。遅れました。お疲れ様でした。え？はい。練習の前。なる。練習前に集合します。え？今何時？今、9時半前です。今日電池切れないでしょ。9時半からです。お前、何時からって聞いて。キャプテンから9時半って聞きました。あ、僕もそう聞きました。僕もそう聞きました。僕も、はい。で、昨日さ、はい、電話で、はい、どう伝えた。明日9時半に練習開始するのでよろしくって聞きました。
9時半言うたか、よう思い出せ。はい。明日は先生も朝一から一応失礼しますので。はい。練習やけども、あ、わかりました。はい。なるほど。8時半ですか。じゃあ、8時半言うてな。お前何、お前記録残してないのか言われた後。練習開始時刻とか。携帯なり手帳なり残したんです。あ、残してないんですか。なるほど。いろいろあるわ。 まずな、先生を約1時間待たして、それに対する言葉が今なぜ何も出てこない。だからそれはまあええわ。これがお前や、大事な一戦やってる。すいません。すいませんで済むの、こいつらの日頃の頑張りが。なあお前、おい、はい、毎日一生懸命練習してや、はい、大事な日にさ、キャプテンが時間間違えて大事な一戦が失われて、はい、すいませんで済む、許せる。いや、ちょっと許せないです。お前は許せる。いや、許せないです。いえ、なる、それ普通や。お前どういう意思でやっとる。勝ちたいという意思でやってます。キャプテンやりたい言うてや、一生懸命しとったあの時間はどこ行って。あの頃のお前がや、今のお前を見てや、こんなキャプテンになりたかったら思うか。見せれんのか、過去の自分に。見せないです。ほらやれ。すいません。すいません、あのて一日任してこれかな。一日仕事で先生お前に任してこれか。あ、どないしたらいいねん。誰に任したらいい。部を信頼して任しとんねん。裏切るなことすな。一年坊主にな、俺で怒られようって。先生すまんかったな。キャプテンなら自分の発言と意思と行動に責任持ってやらんか。 OK。 はい、分かってる。先生言うてること間違えとるか。間違えとるか。なるなるなる、間違えとるか。それは間違ってるのちゃいます。すいません、すいません、すいません。ほんま、すいません、ほんま、すいません。なあ、分かっちゃうんだろ。今な、チームええ感じやねん。お前みたいなね、ゆるいキャプテン、ゆるキャン、いや、ゆるキャプ、もういらない。はっきり言って邪魔、害悪。なんやその髪型。お前萌え出ろ。なる、
おい、監督帰った。いやーにしても映えるわ。キャプテンが出される姿、いやこれむちゃくちゃ映えるで。いや、キャプテン、うう、いや、いい髪型。ふつふつ、ああ、お前らもええことしたろうか。あのな、俺昨日こいつの言うこと聞いとったやんか。こいつに耳元で監督に一個反抗してる代わりに俺の言うことに聞いてるふりしてくれって言われて。なるマジで結束やな、言ったやんな。そんなことやと思ってましたよ。なんでこんなクソダサいキャプテンについていかんためなんですか。そうや、そうや、そうや。でもそれもそうっすよね。1年生の時に翔太さんに本気で怒ったってやつ、自分のおかげで翔太さんがホームラン打てたってやつもクソっすよ。え、あれは嘘じゃないで。え、そうなんすか。うん、1年の頃俺がしんどすぎるレギュラー連の打撃に疲れてボールの数をさば読んでしまったことがあって、それを見たこいつが俺にブチギレて言うたんよ。お前は試合に出る資格ない。一個だけ覚えとけ。ハードすぎる練習の苦しみよりも、監督に説教される苦しみよりも、試合に出たくても出れないことが何よりも苦しみ。俺に勝る苦しみは野球というスポーツには絶対ない。だから練習つらいなら他のメンバーと変われって。それで俺目覚めて逃げずに頑張って、サヨナラホームラン打ったね。あれは間違いなくこいつのおかげよ。うん、あれだけは今でもしっかり守ってる。だから今はきちんとレギュラー外に外されてサボってるんですよ、キャプテン。よろしく。えい、しゃー、疲れた。監督も帰ったし、マッサージだ。お前マッサージだ。おい、お前ら3人覚えとったんかい。レギュラーがやからってサボってよっちゃうぞ。お前、お前、約束したやんけ。もう雨だったら練習行くぜー、練習したー、練習したー。たらたらたら